はい、電気回路93です。N から、昔のマスケルの15で作ったシートの紹介の時あるんですけども、電極があって、ベクトルの電位を与えた時に、この空間の電気展開がどうなるかというのを計算しようというので、このパターンのやつはエクセルとかでも使って、両隣、上下の平均値にするというのを何百回か繰り返すと安定した値になるよといったような感じで、エクセルでもよく使われているやつですけども、それをマスキャドでやってみたと。で、その結果を使って、電解と電位を計算していって、それをプロットしてみようというので、マスキャド15のシートが紹介されましたので、主に3つのインデックスのあるやつは使えないということで、2つになるように修正してやったところ、結果として、ウェルナーの紹介してくれた、その結果を補完して、まあ、こういうのができました。で、これが多分、XYZ 方向の、Z 方向に、電位とか電解を書いた図っていうので、線形補完を使わせてもらって、任意の XY、もしくは Z の位置の、値を取れるというのを何回も詳細しとったと思います。で、今回の問題は、こういう電位とか電解が分かった時の、電気力線を変えてみようということであります。それで例によって、3次元のプロットの Z 方向にライトを当てた時の等高線数を描いたのは、このカラーの列で、それに対して、電位の差分を取っていることによって、電気力線を描いたやつが、この赤の点々です。背景の等電位線と比べると、電気力線は必ず垂直に交わっていて、電極部分にも全て垂直に交わっているのがわかるので、まあ、大雑把な計算ではありますが、ほぼほぼ正しく、計算されているのがわかると思います。これは実は二次元のグラフではなくて、三次元の電位プロットのやつを、高さごとに色分けして、その高さごとに色分けしたやつに対して、その表面にさっきの等電位線なしに電気力線をずっとプロットしていったという形になってますので、実際はこういう3次元の絵になっています。ということで、まあ、割と単、ごく単純な、電解の計算方法でも、それなりに電気力線が書けるということが分かったと思います。はい、以上です。